アウディ RS6 はアウディのアッパーミドルサルーンである A6 から生まれたスポーツモデル S6 をアウディの子会社であるクワトロ社がさらにチューニングした超ド級のハイパフォーマンスモデルだ。デビューは2002年のジュネーブ賞、ワゴンモデルの RS6 アバントも用意されている。 RS6 のエクステリアは派手な空力パーツなど一切なく、予想以上にあっさりしている。唯一 25540R18 というファットな標準タイヤが過剰なパワーを表現している程度だ。インテリアもオリジナルの A6 に極めて近い。 RS6 をアピールしているのはブラック基調でまとめられたダッシュボード周りとレカロ製スポーツレザーシート、ステアリングに備わるエンブレムくらいだろうか。パワーユニットは 4.2 リットルの V 型8気筒 DOHC で、もちろんアウディお得意の5バルブテクノロジーが注ぎ込まれたもの。これにツインターボを組み合わせ、最高出力は450馬力、最大トルクは 57.1 キロと実に凄まじい威力を持っている。組み合わされるトランスミッションは意外にもティプトロニック付きの5速オートマチックのみである。シャシーにはダイナミックライドコントロールというシステムが採用されている。これは日本のヤマハが開発し、トヨタスープラなどに使われたリアスシステムの発展版だ。前後4つのダンパーを X 状につなぎ、高次元な接地特性を得ようという足回りである。1840キロにも達するヘビー級モデルだが、時速100キロまでの到達時間は 4.9 秒とスーパーカー並み。ブレーキもこの車重を考慮した8ピストンキャリパーをフロントに備える。獰猛な牙を控えめなエクステリアで包んだアウディ史上最強の市販モデルである。